ブルーノートレコードは、ドイツ出身のアルフレッド・ライオンによって、1939年に、ニューヨークで創設されたジャズ専門のレコード会社。ジャズ界屈指の名門レーベルであり、その存在は、ジャズシーンに、多大な影響を与えた。親密げに、ハンクモブレーの肩を持つアルフレッド・ライオン。黒人への人種差別が公然と行われていた時代の中、ライオンはアーティストに対して、 尊敬の念を持って対応した。アーティストや楽曲への深い情熱、独自の録音方法、洗練されたジャケットデザインなど、作品に一貫した理念を持ち、商業性に関わらず、少人数のスタッフで優れた作品を数多く発表した。第1期のブルーノートは、戦前の1939年から戦後の1979年まで一度倒産を、 経験しながらも存続した。その後数年間の休止を挟み、1985年より新生ブルーノートとして復活し、現在に至る。創設時より長年ニューヨークを拠点に活動し、1950から60年代のジャズ黄金期を支えた。中でもハードバップにおいては、ブルーノート一強とも言えるほど存在感を放っていた。時に、 ボーカリストや白人ジャズ面の入る余地すら与えない、硬派な一面を見せ、そのブランドを確立させた。1970年代以降は、拠点をロサンゼルスとニューヨークで行き来するようになり、2000年代以降は、ロサンゼルスにある親会社、キャピトルレコードを中心として、幅広い音楽性が発信されている。長年 EMI 参加であったが、M&A に伴う、 親会社キャピトルレコードの買収により、現在はユニバーサルミュージックグループの参加となっている。日本における現在の販売元はユニバーサルミュージックジャパン。音階であるブルーノートスケールから命名された。ブルーノートは本来はジャズのほか、ブルースやロックなどでも使用される音階であるが、同レーベルの影響によってジャズのイメージが強くなり、同名のジャズクラブ。 喫茶が各国で開店するに至った。いずれも同レーベルと直接的な関係はないが多大なインスピレーションを与えた。最も有名なところにニューヨークを本店としてチェーン展開しているブルーノートジャズクラブがあり、こちらは現在では名門ジャズクラブの一つとして位置づけられている。セロニアスモンクアート、ブレイキーリー・モーガン・ウェイン・ショーター・ロバート・グラスパー・クロダ。 昨夜初レコーディングは1939年1月6日にピアニストのアルバート・アモンズとミードルクス・ルイスにより行われた。1940年にはライオンのドイツ時代からの親友で写真家のフランシス・ウルフがアメリカに移ってくる。翌年ライオンが徴兵されるムウルフによりブルーノートは守られた。戦後、ライオンとウルフはプロデュースイコールライオン、ケールとジャケット写真撮影イコール ウルフの分担で共にブルーノートの運営を行った。1940年代のビバップの勃興に際しては、早くからその本質を理解し、レコーディングを行っている。1951年に発表されたセロニアスモンクのアルバムジニアス・オブ・モダン・ミュージック・ボリューム1を皮切りに、本格的にモダン・ジャズ路線へと舵を切った。その後も、 時代ごとの優れたミュージシャンの演奏を多く録音し、モダンジャズ界の有名レーベルになった。ジャズはアルバムで聴くものという印象が強いが、ブルーノートは45回転シングルもかなり発表している。また、ジミー・スミス、ベイビー・フェイス・ウィレットらのオルガンジャズ奏者のアルバムも発表した。彼らのジャズはソウルジャズと呼ばれた。 1950年代中期からは芸術ギルメルの紹介によって得たレコーディングエンジニアのルディバン・ゲルダーの手を介した録音、新進デザイナーのリード・マイルスが手掛けた斬新なレコードジャケットを得、1960年代中期までの最盛期に後世に残る傑作アルバムを数多く送り出した。なおこの時代のジャケットには若き日のアンディ・ウォーホルが数作参加している。 1953年から1959年まで、ブルーノートはニュージャージー州発見作家のルディバン・ギルダーの実家の今で録音した。アルフレッド・ライオンが手掛けたレコードのシリーズは世界的に有名であり、マイルス・デイビス、アート・ブレイキー、ホレス・シルバー、ジミー・スミス、ジョン・コルトレーンなど多くの著名な演奏家による演奏が記録されている。中でも2つの傑作シリーズは、 特に有名で、生産されたレコードの番号から1500番台及び4000番台と言われている。1500番台は1956年にスタートしたもので98タイトルがあり、1553番と1592番は欠番だった。あとに1592番ソニークラークのソニークラーククインテッツは強い要望に応える形で、 1976年、日本の当時の東芝 EMI から世界初発売された。1957年3月7日、エンジニアのバンゲルダーの勧めもあり、ついに同レーベル初のステレオ録音を始める。このおかげで、その後録音されたジョン・コルトレーンのブルートレイン、ソニー・クラークのクール・ストラッティングをはじめとする一連の録音、ポール・チェンバースのベースオントップ、 キャノンボールアダレートマイルス・デービスらによるサムシン・エルス、ジミー・スミスのハウス・パーティー、ザ・サーモン、ソニー・ロリンズのニュークスタイム等、後にこのレーベルの顔とも言える名盤がステレオでも残ったのは非常に大きなことである。なお、リー・モーガンのアルバムザ・サイドワインダーが大ヒットしすぎたためにブルーノートは一度倒産している。 アメリカでは弱小レーベルのレコードが売れすぎて倒産してしまった例がいくつかある。1959年、ルディバンゲルダーはニュージャージー州イングルートクリフスに新スタジオを開いた。ブルーノートはここで400枚以上のアルバムを録音した。1966年、アルフレッド・ライオンはブルーノートをベイリバティ社に売却し、経営から退く。これを機に、 米以外でもブルーノートのレコードがプレス販売されるようになる。1967年、当時の東芝音楽工業から日本プレスによる同レーベル初のレコードが発売される。また、同時期にブルーノートはルディ・バンゲルダー以外のレコーディングエンジニアも頻繁に起用するようになった。そしてリード・マイルスも同レーベルのアートワークに携わらなくなった。 1970年には創設時からの拠点であったニューヨークを離れ、ロサンゼルスにオフィスを移転。フュージョンの幕開けに参加した。1971年3月8日、フランシス・ウルフが心臓発作で死去。1977年頃、ベイリバティの日本での発売権が当時の東芝 EMI からキングレコードに移行したことにより、 ブルーノートの日本版も同社に発売権が移行し、発売されるようになる。1979年11月2日のホレスシルバーの録音を最後に活動停止。1983年にキャピトルレコードがベイリバ T 社を買収したことにより、キャピトルの親会社である EMI の参加になった。同年6月、新作の録音を再開。1984年7月、 社長にブルースランドバルを迎え入れた。この新体制により、ジャズレーベルとして復活され、日本での発売元は、再び東芝 EMI に戻った。1985年2月22日、復活イベント、ワンナイトウィズ、ブルーノートを開催。そして同年、再びニューヨークに戻り、アコースティックジャズ復興の戦闘を切る。1992年には、 ブルーノートを舞台にヒップホップジャズが顕在化した。ブルーノート60周年を記念して1998年から始まったルディバンゲルダーによる24ビットリマスターシリーズ RVG エディションは大好評であり2013年頃まで続いていた。特に日本では大絶賛をもって迎えられる。1998年のスイングジャーナル社主催のジャズディスク大賞で 同年度のリマスタリング部門と企画部門の2部門を受賞した。2000年代には、ノラ・ジョーンズの大ヒットで知られている。2004年、松永隆が17歳の若さで、同レーベルからリーダーアルバム、ストームゾーンを発表し、マイルス・デイビスの記録を塗り替え、ブルーノート史上最年少リーダー録音記録を樹立した。2006年には、ブルーノートレーベルグループを発足し、 ナラダプロダクション、その姉妹レーベルハイヤーオクターブレコード、バックポーチレコードが参加に入る。2012年1月、音楽プロデューサーのドン・ウォーズが社長に就任。また同年、ユニバーサルミュージックが EMI の音楽ソフト部門を買収したことにより、ユニバーサルの親会社であるビベンディの孫会社になった。これにより、日本での発売元は、 d m i Music Japan から Universal Classics Jazz に移行した。2013年にはロバート・グラスパーが同レーベルから発表したアルバムブラック・レディオでグラミー賞を受賞。2014年、黒田拓也が日本人として初めてブルーノートと契約。2014年と2017年、グレゴリー・ポーターが同レーベルから発表したアルバムでグラミー賞を受賞。 2018年にドキュメンタリー映画ブルーノートレコードジャズを超えてが公開され各地でブルーノート関連のイベントが開催された過去に所属していたアーティストを含む親会社であるキャピトルレコードの所在地彼は同レーベルにおいては1954年2月初旬頃から録音を開始しているアルバムブルートレインを発表しているアルバム クールストラティンのジャケットと演奏で有名であるソニークラークのアルバムクールストラティンの日本にて2013年10月26日に発売された CD のブックレットの1ページに記載されているこのシリーズは日本の当時の東芝 EMI の強いリクエストによって実現されたシリーズであるその後は新規発売がなく現在は中断している模様であるありがとうございます